生卵うまいですよね。今日は日本でうまい卵を作ってるで有名な田橋ファーム様に来ています。いろいろ話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。今日来させていただいてありがとうございます。いえ、こちらこそ。ようこそ。田橋さんと会うのは楽しみですね。ああ、そうですか。ありがとうございます。田橋ファームはどういうところですか？僕の父親のが創業者で、はい、約40年前に、養鶏場を始めて、最初は大野町というところで、始めまして、で、平成4年に、前の農場、に、移転して、また、最近ですね、3年前ですが、平成29年に、この今の場所に移転をしてきました。一番目立つのは、大号卵という卵ですか、はい、どうしてそのネーミングでしょうか。僕の父が名付け親なんですけども、はい、由来は、なんか中国の、文献に、中国の山奥にそういう水、大号という水があったそうで、はい、その名前がやっぱり印象に残ってて、いつか自分の卵にそういう名前を付けたいということで、大五卵という名前にしたそうです。まあ、他にもまあ、醍醐味のある卵とか、やっぱり、醍醐味が貴重なという意味があるので、そういった卵を目指してます。卵の特徴は何でしょうか？やっぱり、食べて美味しい、というのと、やっぱりコクがあるですね。盛り上がりもすごいですし。箸でやっぱりつまめるっていうのがやっぱり一番特徴的ですね。はい。そう、普通の卵だと潰れるけど、どうして潰れないんですか？やっぱりそういった餌、いい餌とか、いい水ですね。そういうものを使うことによって、ニワトリさんが元気になる。はい。元気になるってことはやっぱりいい卵を、卵の質も良くなる。はい。だから生命力がある卵。そういうことですね。はい。田橋ファームには、何万ぐらいの鳥がいるんですか？今現在、整形で22,500羽の鳥がいます。多いですね。いや、もう今はね、22,500ってあまり少ない方で、ちっちゃい方の部位です。大きいところだともう150万羽とか、そういった規模の大口径の養鶏場がありますね、今。ただ、うちはもう本当、自分ところで自家販売をしていくので、はい、自分ところで売れ切れるような多数に、うん、抑えてます。はい。もっと大きくなろうというのはあまりない。そうですね。やっぱり管理がやっぱり自分で管理ができなくなるので、はい、やっぱり人任せになっちゃう部分があるので、やっぱりその辺は大事な部分なので、自分で管理をする。まあ、それぐらいの範囲の端数で、今やっていきたいなというふうに思ってます。はい。出荷までの流れはどういう感じでしょうか？卵を産む寸前の鳥を導入しまして、うん、それから、まあ、約1ヶ月ぐらいで卵を産み始めるんですけど、それから、だいたい、約1年で、はい、その鳥が出荷してしまいます。午前中に集卵をしまして、選卵して、選別をして、それからパッキングですね。各店舗に配送して、というような、まあ、1日の流れになります。はい。どうしてそんなに卵にこだわりがあるんですか？親父が、まあ、病院に行った時に、うん、隣のところで卵アレルギーの患者さんが見えて、で、お医者さんが卵を食べないようにと言われたそうなんです。うん、まあ、その時にやっぱり親父がちょっと悲しいなというふうに思って、まあ、卵アレルギーの子供でも食べられるような、そんな安心して食べられる卵を作りたいという思いで、餌にこだわるようになって、それから水にこだわるようになって、うん、ということですね。